こんにちは、つくよみちゃんです。前回は製油所と発電所を建設したところですね。労働者がいないのでまだ稼働ができません。なのでこんな感じに進めていきます。労働者を確保するために首都の夢先を拡張し、製油所と発電所を稼働させます。後生産された燃料と歴史を輸出するために鉄道を整備します。こちらが現在の夢先です。人口は935人に対し、労働者が足りないので市街地を拡張します。その前に成長します。月岡川沿いにある丘陵を削り、地面を平らにします。整地にお金がかかるので、ブルドーザーで整地させて節約します。まずは仮設の建設事務所を設置します。次はブルドーザーを購入します。車両はソ連製の STALINEC-S100 にします。地面を平らにするをクリックし、整地を開始します。整地の様子を4倍速でお送りします。整地を完了しました。凸凹がなくなり、地面が平らになりました。ブルドーザーを売却し、建設事務所を撤去します。整地をしたので道路を敷設します。街並みの横に保育園と学校を設置します。教会の近くにショッピングセンターを設置します。北側にアパートを設置し、新市街地を造成します。アパートの間の空き地にバスケットコートを設置します。電気を供給させるために変電所に設置します。次に市街地に熱を供給させるために熱交換所を設置します。新市街地の設計が完了しましたね。次はこのエリアを官庁街として開発します。アパートの横に警察署を設置し、ショッピングセンターの横に裁判所を設置します。人民を監視させるために秘密警察を設置します。川沿いにプールと運動場を設置し、景観整備をします。
次は水道網を整備します。まずは浄水場を設置します。直接つなぐと水が流れないのでポンプ場を設置します。川辺に湧き水を設置し、川の水から水を汲めるようにします。汚染は井戸より高いですが、機能は同じです。設置したらパイプでつなげます。パイプは台、中、小の種類あり、最大流量が違うので供給量に合わせて敷設しなければなりません。各施設に水を供給させるために給水所を設置します。次は下水を整備します。下水も整備しないと人民の健康度が低下するので、上下水道を両方整備しなければなりません。各施設に届く位置に下水タンクを設置します。次は下水処理場を設置します。下水はそのまま川に流せますが、汚染が高いので下水処理場で処理させれば汚染を軽減します。下水タンクから下水処理場までパイプでつなげます。処理された下水を川に流すために川辺に排出所を設置します。排出所にパイプをつなげれば完了です。では建設を開始します。町がぬきぬきと生えてきますね。首都の夢先を拡張しました。病院と消防署を建てるのを忘れたので設置します。既存の道路をアスファルト道路に舗装します。あと、製油所までの道路も舗装します。次はバス停を設置します。教会の前にバスターミナルを設置し、孤児院の裏にバス停を設置します。最後に製油所の近くにバス停を設置します。市街地から離れたところに熱供給工場を設置します。石炭を備蓄するために骨材置き場を設置します。最後に熱交換所までパイプをつなげれば完了です。燃料を供給させるために流通事務所を2つ設置します。完成したら次はタンクローリーを購入し、タスクを設定します。車両はスコダ 706RTH にします。多くのタンクローリーが流通事務所を出発しました。燃料と歴性を輸出するために鉄道を整備します。では、
石油タンクの近くに積み下ろし場を設置します。次は税関まで線路を敷設します。鉄道変電所を設置し、架線に電気を供給させます。車両を購入できるように、車両基地を設置します。線路を信号を設置し、運行できるようにします。では、列車を購入します。電気機関車は VL23 にして、貨車はタンク車を8両購入します。ルートを設定し、スタートボタンを押せば運行が開始します。車両基地から出発しました。積み下ろし場で燃料と歴性が積み込まれ、満載になったら出発します。税関に到着し、燃料と歴性を輸出しました。1回の輸出で資金が増えていってますね。人民に自家用車を配給します。自家用車は大卒で忠誠度が高い人民のみ所有できます。つまり共和国のエリートが自家用車を持てるわけです。将来自動車工場を建設し、参加を目指せたいところです。首都夢咲を拡張しました。人口は935人から3838人まで大幅に増えました。古い町並みを残し、北は新市街地で西は官庁街となっております。古くから教会が建てられ、共和国の名所にもなっています。近くにショッピングセンターとバスターミナルがあり、首都を栄えています。こちらが新市街地で、アパートが立ち並んでいます。旧市街地と新市街地の間に保育園と学校があり、子供が通いやすくなっています。川辺に運動場やプールが立ち並び、人民が運動するところになっています。新市街地の街並みは綺麗ですね。西は官庁街で、市庁舎と警察と裁判所などの重要施設が集まっています。あと秘密警察と孤児院があり、人民の監視と孤児の教育がされています。孤児院の向かい側に刑務所があり、犯罪者を収容しています。
囚人は熱供給工場に動員させています。囚人の通勤手段は護送車で、刑務所から工場に輸送しています。労働者と同じくちゃんと働いていますね。囚人が脱走しないように警備が厳しくされています。これが夢咲の全体図です。中心部は夢咲区域で、油性と製油所があるところは廉価区域です。周りに平地が多いので開発しやすい立地となっております。次回は自力建設が始められるようにしたいと思います。今回のご視聴ありがとうございました。